あなたが痩せるために必要なことは食事管理でもなく運動でもありません。ダサい生活をやめることです。あなたの今の体型はあなたの今の生活から作られています。運動や食事を変えたぐらいではあなたの生活は変わりません。そして運動と食事だけを変えた人はそれをやらなくなった瞬間元の生活に戻ります。そして体も元通りです。そんな意味のないことはやめましょう。あなたのライフスタイルそのものを変えてしまえば、もしクールなライフスタイルを送ることができればあなたの体はクールになります。ダサい生活を続けていたらダサい体になります。では何がダサいでしょうか。毎日楽しみもなく生きている、この時間が楽しめない、やりたくないことをやっている、夢がない、何のために生きているかわからない、これは最高にダサいです。人生は楽しむためにあります。今すぐあなたが楽しめることをやりましょう。毎日毎日一分一分が楽しくて仕方ないようなライフスタイルを過ごしましょう。自分に正直になれていますか。自分に正直になって周りの目を気にせずに自分のやりたいことをやりたいようにやってください。こう言ったら誰かにこう思われるんじゃないか、そういったことは一切考えずに自分がやりたいことをやりたいようにやるだけです。そうすればあなたの体つきも自然とクールになっていきます。前に進まないといけません。何か衝突があっても突破しないといけません。そういったことを考えていると悩む暇もありません。やらないといけないことをやるだけです。当然体はもっともっと動けるようになる必要があります。そうすると自然と運動したい欲求も出てきます。頭もフル回転させます。気づいたら腹筋が割れています。こうやって本来体づくりは行っていくべきです。糖質制限したり短時間のジムだけで痩せようとするからみんな失敗してしまいます。マスロッチングでは10年間食事や運動の方法を教えてきました。これまでの9年間と比べて明らかに今年の1年で変わった人の数が多いです。なぜかというと運動や生活習慣だけではなくライフスタイルについても詳しく言及するようになったからです。みんなの生活が変わりました。そして自動的に痩せました。あなたもそうなってみませんか。現在ノートというプラットフォームを使ってマッスルウォッチングのファンクラブを開いています。そのマッスルウォッチングのファンクラブに入るとあなたの生活が変わります。人生を変えることができます。詳しくは動画の説明欄からご覧ください。本当に毎日みんなの人生が変わっていくのを見ててすごく面白いし僕もやりがいがあります。見た目のシックスパックはもちろんですが心も体も幸せになっていきましょう。以上です。